ジャンフランコフィーニ、ジャンフランコフィーニ、1952年1月3日体は、イタリアの政治家、政治団体、国家行動、アジオネナツヨナレの代表を務める。副首相兼外務大臣、会員議長、会員議員、発起、国民同盟、アン代表、イタリア社会運動、国民右翼、マシディエヌ書記長、イタリア社会運動、国民同盟、 マシーアン初期長、イタリアのための未来と自由党首などを歴任。北イタリアのエミリア・ロマーニャ州ボローニャ県ボローニャに生まれる。父のセルジオ・フィーニは戦時中にイタリア社会共和国に参加したファシストで、母方の祖父もイタロ・バルボに従ってローマ神軍に参加したアントニオ・マラニという子参のファシストだった。しかし反対に父方の祖父は熱心な共産主義者だった。 政治思想との複雑な関連を持つ家に生まれながら、青年期のフィーにはほとんど政治に興味を持たなかった。16歳の時、ジョン・ウェインのグリーンベレーが上映されている映画館に対する抗議騒動に関わった際、彼は初めて自らの政治的価値観が父の系譜にあることを理解した。自覚的なファシストとして行動を始めたフィーには、 騒動で知り合ったネオファシスト系のイタリア社会運動に入党、同時に党青年団若きイタリアに参加した。戦後、父はイタリア民主社会党に席を置いていたが、息子の入党を知って政治から距離を置いたという。その後、青年期を通してフィーニは若きイタリアの活動に従事した。19歳の時、一家でローマに従住したフィーニは、 ローマラサピエンツァに学び教育学を収めて、卒業、並行して、ジャーナリストとしての活動許可証を政府から得た。在学中に兵役を経験、当時はイタリア陸軍は徴兵制であったし、卒業後も当機関士、セコロギタリアの記者を務めるなど、国粋的な活動に情熱を注いだ。1977年に、それまでの功績を認められて、 当政年団の全国書記長に選出され、当書記長にして創始者のジョルジョ・アルミランテの個人秘書を務めた。この時、フィーニ以外にも7人の候補者がおり、選ばれる可能性がより高い候補者が複数あったにもかかわらず彼はアルミランテから秘書に抜擢されている。1983年、青年時代から政治キャリアを積んできたフィーニは若手党員の筆頭を書くとして、 同年の総選挙に党公認で出馬した。6月26日に開票された結果、フィーには新たなマシーの議員として国会に加わった。1987年の選挙でも再選を果たし、政治的地盤を固めていった。1987年、極右政党というイメージから脱却するために、党の抜本的改革を必要視していたアルミランテは、自らの後継として、 目をかけてきたフィーニに、初期長の住職を委ねた。党の生え抜きとはいえ、未だ三十五歳と政界内では若年にあたる人物に、党主職を委ねるという人事は驚きをもって受け止められた。党内の長老議員で、テロリストグループとの関与を指摘されるなど強硬派に、属していたピーノ・ラウッチは、アルミランテは、創始者とはいえ党を私物化しており、また改革運動は、 党の精神を失わせると猛反発して自ら対立候補として出馬した。アルミランテの影響力が非常に強かった党内で、ラウッチの行動は支持されず、大差でフィーニの党首選出が決定した。フィーニはアルミランテの意向に従い、右翼政党のイメージからの脱却を目指して、党の恩恵化、近代化を推し進めたが、就任直後に行われた地方選挙での惨敗により、 急速に党内で若い党首に対する不安感が蔓延した。この流れを受けてラウッチは再びフィーニ失脚に向けて画策し、1989年の党大会で党執行部はフィーニの解任とラウッチの初期長就任を議決した。こうして早くも危機に立たされたフィーニではあったが、党のラウッチ体制での党がシチリア党の地方選挙で大敗したことでほどなく、 復帰の機会が巡ってきた。二度にわたる地方選挙での敗北でアルミランテが危惧したように党の衰退は現状のままでは避けられず改革の必要性が党全体で共有される結果になった。1991年7月、党執行部は改めてフィーニを初期長に選出した。フィーニは極右政党のままでは冷戦終結後の政界で、 立ち位置を確保するのは難しいと考えており、党の新たな指標に自由主義、保守主義を掲げることを強く主張した。また様々な理屈があるにせよ、同党がファシスト党の後継であるという事実を、党名をイタリア国民右翼へ変更するなどの小策で緩和しようと試みた。だがこうした改革の多くは前述のピーノ・ラウッチラをはじめとする、 強硬派グループの強力な反発を受けた。加えて、フィーニ自身も熱烈なファシストであり、また党員たちもそうであった。我々は、ファシストの後継者である。1991年、半世紀を経た今日もファシズムは生き続けている。1992年、ファシズムとは良心であり、正直さである。1992年、ムッソリーニは、我が祖国にとって、 最良の指導者であった、1994年党、ファシズムやムッソリーニ政権を支持する発言は、党主任後もしばしば行われた。とはいえ一定の恩恵化は、得票には結びつかなかったものの、それまでマシーを敬遠していた企業からの経済支援を得れるようになった。1993年のローマ市長選では、党首のフィーニが出馬、決選投票で敗れる者の,の組織の再建が、 進んでいることを証明した。ちなみにこの時、フィーニ陣営を支援した人物の一人に、まだ起業家であったシルヴィオ・ベルルスコーニが含まれていた。1993年、タンジェントポリで、既存の大政党が崩壊して、政界再編の流れが起きる。この中で躍進したのが、資本主義とキリスト教民主主義を掲げるフォルツアイタリアで、 シルビオベルルスコーニの豊富な資金力を背景に台、一党へと踊り出た。元よりロッジ P2 を通じて、ネオファシストと関係のあったベルルスコーニは、イタリア社会運動と、右派連合、自由の家を、決、政権を獲得した、第一次、ベルルスコーニ政権。なし崩し的に果たした悲願の与党参加ではあったが、フィーニ自身は票に立たず、党から何人かの閣僚を送り込んだ。 フィーには、政界再編とフォルツァイタリアとの連帯によって得た、機会を逃さず、恩恵化の仕上げとして、党のスローガンからついにファシズムを外す意向を固めた。そしてそのためには、マシーを中心とした、新政党を立ち上げる必要があると判断した。1995年1月27日の、党大会で党記の大幅な変更が強行され、党名を新たに、 国民同盟に変更するとともに同時に自由義とキリスト教民主主義を党の路線とすることを決定。これを受けて、イタリア自由党などいくつかの右派政党が合流を承諾した。各して成立した新党は、翌年の総選挙で躍進に成功、決闘以来の最大得票15%を記録した。2001年の総選挙で、第二次、ベルルスコーニ内閣が成立、以前より、 さらに影響力を増した国民同盟を率いるフィーには副首相という大役につき、自らも閣僚経験者となった。2002年2月、欧州政府全権代表を兼任、2006年4月9日に与党連合が左派連合、ルニオーネに敗北するまで同職にあった。敗北したベルルス校にはルニオーネ内の有力政党が合流。 イタリア民主党を結成したことに対抗して、自由の家内でも、政党の統合を行うべくフォルツァイタリアを解散した。当初、フィーニは自由の家を構成する、北部同盟や、イタリアキリスト民主主義中道連合と同じく合同、計画に、冷ややかな態度を示し、国民同盟が合流することはないだろうと発言した。一方、フィーニの党内温権化に向けた改革とそれへの、 反抗は続いており、自由主義を新たな指針とするために、様々な努力が続けられていた。当初からマシーのマークを取り除こうとした際には、党内から多大な批判が寄せられた。また、閣僚時代にも、同性愛問題や人工受精問題に関する恩恵な姿勢は、キリスト的倫理観を重んじる、党内右派からの厳しい批判にさらされた。このような党内対立の中、常に、 フィーニの恩恵化路線に好意的だったのがベルルスコーニであり、共に中道右派を志向する両者には、新党結成の可能性が最も高く存在していた。2008年4月、一転して新党結成に合意すると宣言を出したフィーニは、まずは選挙対策としてベルルスコーニ派議員と政党連合、自由の人民を結成、同年の総選挙で勝利を得て、 政権を奪還した。与党連合はフィーニを下院議長に選出したため、政治的中立の規則に従って、国民同盟を一時的に離脱した。翌年、政党連合を発展的に解消させる形で、政党、自由の人民が成立した。シルビオベルルスコーニからは、ローマ市長選時代から政治的名誉として信頼されており、自由の人民発足の際には、 自らの後継者となるだろうと発言した。だが、ベルルスコーニの度重なるスキャンダルから関係は悪化し、2010年4月の党大会で激しく罵り合う事態に発展。7月30日には、約30人と共に離党し、議員グループ、イタリアの未来と自由、フリーを結成し、後に、新党へ移行する。ベルルスコーニへ、首相辞任を要求するなど批判を強め、 ベルルスコーニーの首相辞任後は、中道グループの一員として、総となったマリオ・モンティを支えた。モンティが新たに決闘した市民の選択、SC 及びイタリア民主社会党を中心としたイタリア中道、連合、ドックと政治同盟を結んで、モンティ政権の値となり、改革に賛同した。2013年2月24日から2月25日に、 かけて行われた2013年イタリア総選挙で、フィーに率いるフリーは、SC、ドックと、中道主義の政党連合、イタリアのため、モンキと共に、カーン・マンティパー・エル・イタリーに参加して出馬した。しかし、カルーソーや農民を中心とする、マッシー時代からの伝統的な支持勢力からは、ベルルスコーニ批判はともかく、企業中心の経済改革を進める。 モンティシジの姿勢をはけ入れられなかった。中道連合の加盟政党は、右派連合、中道右派連合、セントロデストラ、左派連合、共通の前米ネコムーニのに大勢力の間で完全に埋没してしまい、貧困に苦しむ、カルーソーの投票者は、インターネット政党として一世を風靡した、ポピュリズム政党、五つ星運動に投票したことで、大きく伸び悩んだ。 その中でも特にフリーは上院での得票率がわずか0.4%という惨敗に終わり在外イタリア人による国外投票枠で過労じて一議席を獲得した。自身も1983年から連続当選を続けてきた選挙区で初めての落選を経験する苦い結果を味わい選挙後に敗北の責任を取って党首を辞任した。フリーは ロベルト・ミーナ党首代理の下で、旧国民同盟議員と、右派の再建を目指した協議を開始し、ローマ市長選挙に立候補した、旧国民同盟議員のジャンにアレマンヌを支持するなどの方針を打った。だが敗北とフィーニジニンという事態を前に、党の衰退は押しとどめられず、議員や有力党員の離脱が相次ぎ、2014年には、下院、上院ともに、 国政議席を失った状態にある。フィーニ自身も議席を失ったことで政治の表舞台から一旦離れた形となったが、政界引退などは声明しておらず今後の動静は不透明である。2015年、国水団体、国家行動、アジオネ、ナチオナレを設立、政治活動を再開した。2016年、連地内閣による行政改革を目的とした。 憲法改正と国民投票に対する反対運動の指導者となってる。女優のエリザベッタ・トゥッリアーニとの間に一時がいる。またカトリックの影響が強いイタリア政界において、政教分離に基づく世俗主義を強く主張し、党内では恩憲派に位置する。外、米国、イスラエルとの関係強化を主張し、イスラエルへの訪問を強く望んできた。 しかしイスラエル側の国民同盟への拒否反応は強く、1999年にイスラエル訪問を希望したが、当時のエフードバラク政権に拒否されている。イスラエルとの関係改善のきっかけとなったのは2002年にイスラエル国防軍が行ったヨレダン川西岸への大規模軍事作戦、防御の盾作戦パレスチナ武装勢力がベツレヘムの生誕境界に籠城。 事態の収拾にイタリア政府が両勢力の仲介に乗り出したことにある。これを当時の外相であるシモン・ペレスが高く評価し、2年後の2004年10月にイスラエルへの訪問、アリエル・シャロンとの会談が実現した。かつてベニート・ムッソリーニを尊敬する極右政治家だったが、中道右派となった国民同盟会参事には明確に否定している。 これはかつてユーロコミュニズムによる恩恵化で極左からの脱却を図った旧イタリア共産党に類似する。とはいえましい時代の経歴などからファシズムとの関連を揶揄されることは多く、フィーニの影がムッソリーニのシルエットになっている風刺画が描かれたこともあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。